のノさん、こんにちは。シュータです。今回はカスタムの鍵をね、えー、いろいろ持ってきたので、こんな場所開けれるよ、カスタムはっていうところを話をしていこうと思うので、一つよろしくお願いします。赤倉庫ですね。赤倉庫から行きましょう。ここは今、マップのこの辺です。この辺にリスポーンしました。この辺はね、もう2箇所ぐらいね敵のスポーンがあるので、若干、いつどこから敵が出てくるかとかをね、頭に入れとくと、開幕、ここは去りやすいと思います。でも私は今、装備が強いので、何にも臆することなく、まっすぐ赤倉庫に向かいますと。 え、入ってんだけどはっシュッ銃めり込んで当たらず <noise> 死ぬかとちょっと待って回復持ってくんだそれた <laughs> あのまま上で治療すると セリオシェル最中にグレポイって放られてオーアーになる可能性が高いので <laughs> いや危な なんかいるんだけど。ほえー、また腹直して。 ね言ったでしょあのままあそこにいたら絶対しばかれるって。わかるんよね、やっぱり。あそこの上って結構激戦区になりやすいポイントで、ま、ああの、あそこのとこ開けっぱなしでしょ。開いてるってことは、敵がいるってことだから、あそこ、ここをクリアリングして上に開いてると基本的に上にいるんじゃないかってみんな真っ先に確認したがるよね。俺もそこ確認したいんだけど。だから、そうならないように、あえてこっちの方に隠れてね。 回復するっていうのは意外と大事なことだったりします。<laughs> お前もウシャンカショットガンか。41レベル。頑張ってるね、タスク。頑張ってるね、君たちタスクを。気を取り直して、ここの赤倉庫は、まあ、タスクでよく来たりするんですけど、こ,この机の上にね、こんな感じで。 ショアラインの鍵が落ちてることがあって、タスクで使うアイテムはね、こことか、この辺とかにあったりします。で、金庫が一つと、あとジャケット、おっ、あさられてないね。こっちの奥の部屋には、ジャケットが一つと。あと、横の部屋には、パソコンが、ここに三つあるんで、今、パソコンのね、アイテムすごい高いんで、ここ割とお金になります。あと、このスポーツバッグが一つね。たまにここにアイテムがあったり、この辺にね、アーマーが上に乗っか,かってたりします。 痛すぎなんだけどいやこれケースだろお前やってたお前死ぬかと思ったぞ俺ちょレいのごとくあそこの上で回復するのは危ないので。 あぶあと1ダメージ受けてたら俺、言ってたんだが。怖すぎ。ほーら、ケースだ。絶対ケースだと思ったもん。このケースっていうショットガンは、近距離最強のショットガンで、基本的に、えー、っと、至近距離で一発弾を相手に当てると、相手は死ぬ。 今俺はギリギリ奇跡的に運が良くて生きてた。あ、違う。こいつの使ってる弾が弱々の弾だったから生きてたんだ。こいつがちゃんとケースの弾を理解して強え弾を使ってたら俺死んでたなこれ。なんで生きてんのかなと思ったんだよこの距離でケースからって。弾だね、弾が悪い。もっとやべえ弾使わねえと。俺は殺せねえ。 カスタムで鍵使うところってあんまないんで、次は社員寮の方に向かおうと思うんですけれども、純正がしてるな。ちょっと遠いかな。ガソリンスタンドっぽいな、今のは。空いてるね。今回はちょっとあさられちゃってるんですけど、今いるのが三階寮っていうところで、三階寮で美味しいのは、このマークドキーって言われてる魔法人部屋と、あと俺が漁るのは204と214くらいかな。 俺はここだけ漁ってます。もうちょっといっぱい駆け持ってる人いるんだけどね。段階では人の出入りが結構激しいんで、怖かったらあんまり来なくてもいいんじゃないかなって、個人的には思ってるフラーですね。ちょっとじゃあ、3箇所見てみましょうか。ここが214。えっ、ー、と、2階の出口のすぐ隣の部屋。ここが214で、この部屋には金庫がね、1個あるんで、ここでね、アンティークとが出てきます。 押してるね今気づいたんだけどレーザーついてなかったみたい <laughs>。これなんか使ってる人あんまり見ないんだけど手早くリロードしたいときはクックルリロードがガチでおすすめでよいしょこれが普通のリロードねリロードする前に抜いたマガジンを自分のリグにしまってるの。 だけどいきなり戦闘中とかなんか敵に追われてて急いでリロードしないといけないときは R2 回押しでこんな感じでクイックリロードができるのねこっちの方がねリロード早いんだけどあんまこれ使ってる人いないでクイックリロードすると自分の足元にマガジンを落とすとだからリグにしまわずになんかそのまま急いでリロードしたいときはクイックリロードをするのがおすすめとでもう1か所2階の鍵部屋は204でここねここは漁られてないみたいだね204 こっちの対面も漁る人いるけど、俺はここ漁ってないかな。204はね、ここに、ガンラックがあって、モシンが入って、あと上に金庫がある。基本的にカスタムの量、社員量は、金庫をぐる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 漁る感じが多いかな、やってる人。あと、地味に美味しいのが、えっ、ー、と、こっち側。こっち側ね、こっち側。こっち側から入ったときに、 ここにジャケットが2つかかってるから、ここのジャケットでね、鍵をあさるっていうのはね、結構おいしいムーブ。ジャケットマジでうまい。で、もう1つ、ここのね、ここ鍵なくても入れる部屋なんだけど、地面に2つジャケットが落ちてあるから、鍵部屋じゃなくて、鍵を持ってないって人はね、後入りでもいいから、ここのジャケット結構フリーで、あさられてないことが多いから、ここの2つのジャケットと入り口の2つのジャケット、2階にね、4つジャケットが合計でフリーであされるあるので、ここはあさると用いと思います。あと、ここの棚もね、たまに物が落ちてる。 で、2階りの方は105と110、114がだいたいあさると美味しい部屋なので、そこあさっていこうと思います。ここ、ここの114と、この紙のついてる部屋、ここの2箇所が基本的に美味しい部屋なので、まずここあさりますと。こっちの部屋は金庫が1個あって、反対側の部屋はね、金庫1個と EC、それからここに回復のケースが置いてあります。結構このね、2箇所だけでも、金庫だけでもあさるとうまいので、あさると良いでしょう。 あと、ここ105の鍵も持ってますね。105の鍵はこれ鉄柵というかなんかフェンスがあるんで、反対側の出口からぐるっと回ってとかないといけないんですけど、ここにも一応金庫があります。基本的にカスタムは金庫を漁るマップなので、こんな感じでね、金庫巡りをすることが非常に多いです。で金庫を漁る関係上、このドキュメントケース、これを持っておくと、 銀行でね手に入れた日記とか SSD とか USB とかこういうものを入れられるんでね基本的にカスタムはドキュメントケースを持っていくのが一番良いとされていますあー暗くなっちゃったんで一旦帰りますか、えー、帰るついでにもう一箇所ここガスステーションのところなんですけれどもガスステーションの横にねこのなんだろう国連の封鎖した場所があるんですけれどもここはファクトリーエグジットキーっていう鍵でここ開けることができてここ取 ショートカットとして使えるんで、あの、覚えておくとね、こう楽に迂回しなくても通ることができます。で、ドロワーが4つと、ウェポンケースが1つ、それから、あれ、赤バックなかったかなあ、ここか。ここに武器のパーツが湧いたりするので、一応覚えておくと、良いでしょう。ここね、入り口があそことこっちと2カ所あるんでね、ファクテル入り口の時に2消費するんですけれども、まあ、悪くないですよ。この鍵持っとくと。はい、2戦目、やってまいりました。さっきの試合は、ちなみに45万円ぐらいでしたね。 こっちの方はさっき漁ったんで、今回反対側の方、漁っていこうと思います。こっちは最近カスタムに追加された真剣側って言われてる場所なんですけれども、大体有名なのは、このグラ…あのインテリが湧く建物と、あと反対側にある神剣説っていう建物が有名ですね。ここは1階に、ここに玉がスポーンするポイントと、ジャケットがあって、ここにもね、赤いバッグがあるんで、1階の横部は割と漁りごたえあります。 食い物とかね、回復とかがこの辺にいっぱい落ちてたりするんで、この部屋はね、結構1階の方が実は美味しかったりします。ジャケットがあって、あそこに赤バッグ。で、ここに食い物がスポーンします。で、実はここにデッドスカブがあって、漁ることができるんですよね。ここに回復感の初めて見ましたね。 で、こっち2階に上がって、このでかい扉の中、ここがインテリ部屋って言われてる場所で、この地面にね、インテリジェンスって言われてる、今だと30万くらいかなするアイテムがゴロンって落ちてたりするらしいんですけれど、僕は1回も見たことないので、まあ、つばだと思ってます。ちなみに結構、前は湧いてたらしいです。で、ここはなんか医薬品部屋。こんな感じで、イブプロフェンとかオーグメントとか、CMS とか、そういうのが色々と湧いているので、欲しい人はあさりに来るといいでしょう。僕はあまりここ来ないです。置かないので。 基本的に開幕の激戦区ってここなんですよね。あの、このインテリジェンスが美味しい。昔はもうちょっと脇率が高かったんで。<laughs> また重度出血した。昔はもうちょっと脇率が高かったんで、いっぱい人が来たんですよ。で、いっぱい人が来ると美味しいので <laughs>、いろんな人がですね、それを求めて来るんですけれどもね。いやもうさ、ショットガンでさ、俺の左手ばっかり永遠にしゃぶり尽くすのやめてもらっていいかな。 人が来るということは、キルタスクがある人はここに来るということなんですよ。次は、このでっかい建物。これ新建設って言われてる場所なんですけど、ここボスが湧いたりだとか、あと結構上手いので、激戦区より人が集まってきたりとかもする場所なので、あ,あんまりなんか、自信がない人は来ない方がいいですね。スタブかな入ってきた場所から見て、左側に武器庫って言われてる、 え、場所があって、ここね、いろんなものがいっぱい湧くんで、美味しいですよ。電化製品がこの辺に湧いたりだとか、ここにジャケットが2つ、黒い箱が1個と、回復アイテムがここに直接スポーンしたり、ここにボックスがあったり、ウェポンボックスが2つと、これね、回復だったかな回復のサプライクレートがあったりして、ここなかなかね、物資うまいんですよ。スカブとかで来れると美味しいですね。PMC だと、ちょっと、うーん、怖いかもしれない。特に初心者の人は、 ボスも湧くし、ボス狩りも人来たりするし、なんだかんだいろんなところからのアクセスがいいんで、人がよく来がちですね。あと、武器庫出て、ここのね、食料庫って言われてるところには、こんな感じで食べ物とか飲み物とかがいっぱいスポーンするので、ここも割とよく人が来がちなポイントですね。この辺にね、ムーンシャインっていうね、30万ぐらいするお酒が落ちてたりすることもあるんで、新しく追加された区画は金目のものが割と印象がありますね。あと、2階にもいくつかね、あされる場所があるんで、まあ、パーティーとかでね、 えー、来るにはいい場所かもしれません。これ2階ね、ボス軍の集団がね、たまにいるから、気をつけてくださいね。ここにクレートが1つ、2つ、3つあるはずです。で一応、機銃とかもあるんで。で、こういうなんか、パーツが。 直にスポーンするポイントとか、玉が湧いたりもするんで、結構ここ2回もあさりごたえあります。2人か3人ぐらいでね、えー、パサクッとあさりに来る場所としては、割と良いのではないでしょうか。新建設の方からは、オールドガスステーションか、まあ、ニューガスステーションかに移動する人が多いと思うんですけど、今回はね、新ガス、えー、さっきあさり漏れた新ガスステーションの方に行ってみようと思います。 そこもね、ボスが湧くポイントなんで、難易度は高めなんですけれども、シンガスもね、金庫があってね、意外と穴場なので、ここガスステーションですね。さっき、あそこの鍵を開けて、右の区画の方に渡ったと思うんですけれども、渡らずにまっすぐ行くとガスステーションがあります。ここはね、ボスがスポーンするちょいコアポジションなんですけども、PFC だな、あれ。やりるスカブあれ <What? S 2> 僕逃げたなどこ行ったガンダで逃げたそんな戦いたくない。マジか。僕とは戦い、僕とは戦いたくないようなので、まあ終わすぎに。 ここのガスステーションは、この扉を開けるとね、えー、2箇所、鍵を開けて漁される場所があります。ここの手前、ん手前、手前、こっちだ手前の方には医療品が置いてあって、奥の方の部屋はね、金庫が置いてあります。ここは医療品のバッグが2つ置いてあって、奥の方は、 ここに金庫が一つあるので、まあ、大体ここの金庫だけではね、漁っていく人は多いんじゃないかなと。回復がね、なくて困ってる時に、あそこの衣料品部屋で助けられること多々あるので、まあ、持っておいても困らないかもしれない。鍵に枠があれば、ここの鍵めちゃくちゃ安いし。あとは、ここに黒い箱があったりだとか、この中に、ここにアイテムが湧いたりだとか、赤いバッグがあったり、直接アイテムがドロップしてたりするんで、ガソリンスタンドの中もね、まあ、ちょいと、ちょいあさりに来るときには非常に 良いポイントなのではないでしょうか。やっぱ最近カスタムで一番上手いと言ったらこの建物。グラボ島って言われてる建物なんですけど。ここはグラブが、グラブ。EMC <laughs> <laughs> だったら死んでたな。ここがグラボ島っていう建物で、漁られてるね。あそこの2階とこっちの2階が美味しい場所なんで、まぁ、あ、一応説明だけしておきますか。ここ2階に上がると、この辺に食料が湧いてたりとか、 今回漁られてるんですけど、ここの、なんか、マネキンの手首に70万する時計がかかってたりだとか、まあ、この部屋にはね、武器パーツがいろいろ置いてあったりしますね。ここと、ここと、ここと、あと、この辺に物が、こんな感じで、時間わきしてあって、武器ボックスがあるような、こんな感じですかね。で、ここは、よいしょ。 ジャケットが2つあって食い物がここに並んでる部屋。割とうまいんですよね。で、あそこの反対側がグラボ部屋って言われてる場所で、ここにグラボとかパソコンの用品が直沸きしてることがあります。まあ、ジャケットがあったりだとか、赤バッグがあったり、結構いろいろあるので、ここ美味しい部屋ですね。でね、意外と知られてないんだけどね、ここの奥の方にね、ウォーターフィルターとかがね、 FP とかかが湧いたりするからねここまでしっかり漁っておくと良いでしょう。まあこんな感じですごくざっくりとなんですけれどもカスタムの鍵部屋と、まあ、そこそこうまいポイントを紹介できたと思うので初心者の人は1つのマップを何回も行ってとにかくここは自分が安心して漁されるマップだっていうのを1つ作っておくとねかなり稼ぎの面で安定するようになると思うので、まあ、カスタムあたりがねタスクで何回も行くことになるんでマップを覚えるといいんじゃないかなと思いますそれではいいタルコフライフをお疲れ様でした。